はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は周年フェスのチャレンジに、ここをクリアしていきたいと思います。よろしくお願いします。まだ初見でどんなところかわかんないんですけども、メカ犬が巨大化して、少しに分裂して弾を、おー、なるほど。モンスターの弾がバウンドするようになる。なるほど。とりあえず、やっていきたいと思います。いけるでしょう。あ、なるほど。メカ犬こいつか。こいつだね。はい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 、はい。あ、メカ犬を倒すと、弾が出るんだ。あ、なるほどね。でもそんな数が出ないので、特に問題もないでしょう。OK、このまま行きまーす。あ、ボス早い。ボス結構早い。1分に1回出てくるみたいですね。というと、ここは結構短いステージかな。あ、ボス倒したことない。全然余裕で。あ、全然余裕だわ。なんか2分半くらいから出てくる、弾打ってくるやつ。こいつらがちょっとうざい。結構うざいな。ダメージ、ゴリゴリ削られます。はいはい。結構なんか遠距離のやつを倒せるものをつけてた方が、良さそうね。いや、また出だした。4分半からまた弾打つやつが、最強に出ましたね。ほんとうざい。1分半と4分半ね、そこが。ほんとうざいな、これ。よし、ボス。あー、あんまり食らいたくないけども。はいはいはい、1回やられました。いらない、いらない。OK。もう終わりかな。これもスパイク。結構ゲームにも。やばい、回復するとまずいな。回復。いやー、マジか。いやー、もう結構うざい。おーい、おーい、おーい、ヘッキ、ヘッキ。よっしゃー、いけたね。ところどころ結構弾が飛んでくるので、それだけがうざかったですね。あとは何とでもなるっていう感じか。はい、2クリアです。